はい、吉村です。皆さん、元気でいますか？はい、今回はですね、初コラボ企画でございまして、今チームメイトのセリオーレでやっています、西川翔吾選手と一緒に、今回初コラボ企画を、実施しました。はい、今回はですね、今回の動画はノーカットで、動画編集をしております。ですので子どもたちが、早く、何か一つでもですね身につけてほしくてですねノーカットにしておりますので、なんか少しでもですねいいと思ったものは、取り入れてもらえたらいいなって思っております。はい、今回ですね初めて、お店で、撮影することができました。3密をですね回避しながら撮影を行っております。で、ここの、読谷村にある魔女カレーという、お店でございまして、こちらはですねカレーは、カレーもですね美味しいんですけど、サラダにかかってドレッシング、あとですね空間がですねとても良くてですね、海の景色がですね見ながらゆっくり落ち着いた空間で、ご飯がお召し上がりることができるので、ぜひ沖縄の方もですね、県外から来られた方も、お立ち寄りいただければと思います。はい、でここの魔女カレーのオーナーさんがですねとても、いい方でございまして、毎回よくしていただいております。ぜひ、皆さん本当に、行っていただければと思います。はい、じゃあこの後、魔女カレーのちょっとご説明をしながら、西川翔吾さんとの、動画をですね流していきたいと思います。それではどうぞ。YouTube 始めたって言ったら、LINE で出てくれるっていうことをおっしゃってくれたので、そうなんですよ、ちょっとお願いしました。あ、そうですよ。浩平から、ね、そういう YouTube やったよって話聞いて、まあ、見るじゃないですか、はい、見たら、まあ、なんかやっぱ浩平らしいなって。なんかね、そのサッカーに対する思いもそうだし、社会に向き合う姿勢もそうだし、ありがとうございます。これはもう なんか、ね、できないかなっていう、もう心動かされました。ありがとうございます。でもなんかこんな自分でいいのかなと思いながら、いやなんかね、もっとすごい人なんてたくさんいるけど、もう何か、ね、力になれたらと思います。ありがとうございます。頑張ります。頑張ります、ね。まあ、大切な人はね、近くにいると思うので、いつもね。はい、ありがとうございます。一応、翔吾さんの、西川翔吾さんのちょっと経歴をちょっと伝えていきたいと思います。西川翔吾さんですね、1983年生まれの7月1日生まれですね。今、38歳でいらっしゃいます。38か。はい。どうですか、38歳で感じしてますか？いや、もう25で止まってます。いや、俺ちょっと下がりです。はい、広島県広島市出身でいらっしゃいます。で、広島のタイガフットボールクラブですよね。王校です。あ、王校フットクラブ、王校フットボール言えてない。王校フットボールクラブですね。王校フットボールクラブですね。これ多分あんまり知らんでしょ。はい、でも、もう古くからあるクラブチーム。あ、そうなんですね。で、まあ、先輩に、まあ分からないかな、木村和司さんとか。
ですね。木村和志分からない。分かんない。それはやばい。あとからググってきます。あと森島さん。あ、森島さん。セレッソ、うん。ワールドカップで点決めた。すごい。トルコ戦だったら。うん。しますよ。田坂さん。田坂。あれアビスパとかに。アビスパでやってたっけな。今栃木の監督でさ、森島さんなんてセレッソの社長だから。そうですよね。うんうんうん。見てもらいました。多くの。そうなんですね。クラブチームなんですね。そうです。でクラブチームから、広島県私立沼田高校。沼田高校です。多分知らないと思います。うん、なんかいやうん、プロになったのが、うん、僕は一人目です、うんうんうん。そうですよね。で大学が広島修道大学。修道大学。修道大学の商学部経営学科。はい。まあ、修道大学も知らないでしょうね。うん、なんかこれもプロになったのは僕が初めてです、うん、はい、なんかそういうふうにやっぱ調べたら、ショーゴさんが初めてで、で在籍中に3連戦広島のホームゲームの、まあ、ボールボーイとかを教えたっていうのを。ああ、そのプロになった経緯、話します今。いいっすか。あ、今行きます。はい、ちょっとはい、全然いいですよ。こういう流れをちょっと聞きたいなと思って、はい、中学はクラブチームでやって、はい、高校は普通の高校。そうです。普通の高校に進学しました。 その時はサンフレッチェ行きたいっていう、行きたいとまではなかったですね。まあ、広島で言ったら南高校だったり、うん、まあ、今で言うと観音高校に違うけど、で南高校、うん、家から近かったかなっていう、うんうんうん、広島南ですよね。そう、あ、まあ、強いし、うんうんうん、家から近かったんで、まあ、そこに入りたいなと思ったけど漏れて、で沼田高校っていう、まあその当時、うん、もう広島県で1位に争うチームで、でそこに行くことになったんですけど、まあ、家から1時間半かかる道。それは車ですか。自転車でまず駅まで行きます。そこから、まあ、沖縄でいうモノレールみたいな広島にもあってマストラムライン、それに乗って行って、そこからバス。で帰りも同じですよね。同じです。で朝練があるときはバスの時間がないので、うん、そのモノレール降りた駅からは徒歩20分ぐらい。やばいっすね。1時間半ぐらいかけて。自分は高校寮だったんで、はい、チャリで5分だったんですけど、まあその分飛行機使ってたんですけども、あーすごい。でもここの高校に行ってよかったなって思ってます。何が良かったですか。なんだろうね、やっぱその南と迷って、うん、まあ、南入れなかったんだけど、うん、やっぱ南はもうめちゃめちゃ人気の高校で、じゃあサッカー以外にも人気だ。もうその市内にあるし、で沼田高校っていうのは本当にちょっと田舎のところにあって、まあ、でもサッカーも強いっていうのもあったけど、その今言って1時間半かけて通ってたけど、まあ、そこでやっぱりいろんなね出会いとかっていうのもあったし。そうですよね。部員はどのくらいいたんですか。部員5、60人、100人。いや、そんなにいない。5、60人ですか。1学年20いるかいないかぐらい。やっぱじゃあ50、5、60人。50ぐらいだった。それで1位に行くってやっぱすごいですね。チーム力というか。今はちょっとまあ、そうしてきた。へー、すごい。で、広島修道。そうです。大学の方に。はい、大学。これはなんでこの大学選んだんですか。と、高校で、県外も考えて、うん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 、で何個かこうオファーっていうのは入ってほしいなって言われたんだけど、もう高校時代がすっごい厳しくて、もうなんか燃え尽きちゃった。でその新オファー受けたところに行くと、またやっぱサッカー付けですね。付けになる。で寮に入ってとか1年生、またやっぱ高校3年生はもうなんかもうありますね、あるじゃん、はい、からまた1年生からで先輩の世話しながら朝から寮の掃除してっていうのを考えると、もうそこまでちょっとサッカーにちょっとかけられない。へえ。もう本当に燃え尽きた感じがあって、そうなんですね。で、まあ、広島に残って、まあ、修道大学もその中国地方じゃあまあそこそこいい大学っていうのもあったんで、まあ、そこに入れたからまあ入ったっていう感じで、別になんかサッカー一からやってる大学でも全然ないし、でもサッカーは好きだったから続けたかった。へえ、すごい。そうです。県外、まあ、
リってちょっとなっていう、うん、なるほどっていう感じで、まだね、この現段階ではそんな感じです、うんうんうん、もう本当にサッカー楽しもう、なるほどね、楽しんでサッカーしよう。いやでも沖縄の子も多分そういう子は多いと思うんですよね、サッカーを楽しもう、でも何人かやっぱこう上を目指したいっていうので、うん、県外に行かれる方多分多いんですね。だからでもこれはこの選択肢はすごくその人に合ってればいいかなって自分は県外で思うんですよ。別に県外出たからすごいわけではなくて、うん、そこで何をしたかが大事かなと思うんですよ。そういうことですよね。だからその置かれた立場で何ができるかが一番大事じゃないですか。そういうことなんですよ。っていうのをなんか自分もこの高校大学県外に出て一番強く感じたなっていうのがあって、違います。だから沖縄でもやれることたくさんあるじゃないですか。あります。ですよね。全然あります。だから中学生で多いのがクラブチームに行こうか、うん、でも地元の中学校でサッカー部活をしようか、うん、っていう子が結構多いんですよ。特に浦添市は多くて、でも自分は別にどっちでもいいんですよ、うん、どっちでもよくて行くのはそれはその子の自由だから。だけどなんかできるならクラブチームに行くその時間、この移動時間に比べて部活動ってその時間って使えるじゃないですか、うん、だから結局自分の意識次第であってそこの方に目を向けてほしいなっていうのがやっぱ一番強いんですよ、子供たちに。違う。いやもういいんじゃない、もう以上。いやいや、まあ翔太さんまだ3分の1ぐらいしてれば3分の1ぐらい以上です。いや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 で、なんかこのプロになるきっかけはなんか自分が喋った時には、うん、あの2003年、はい、2003年の天皇杯広島サッカー選手権で、はいはいはい、あのサンフレッチェユースの対戦でその時にスカウトの足立さん、うん、足立さんという方に目に留まってちょっとそこから追っかけられて感じですよね。やっぱそうですよね。そうです。やっぱり追っかけられてからの、そうです、大学2年生の、うん、本当11月ぐらいだったかな、うん、そのサンフレッチェ広島ユースってもう、うん、年々強い。強いですよね。ずっとも強い。ずっと強いですよね。で特に、まあ、俺がその大学2年生の時のユースってめちゃくちゃ強い。うん、でそのユースと、まあ、うちの大学が天皇杯の県予選なんで、うん、全然カテゴリー関係なく対戦するじゃん。うん、でそこ当たってその、まあ、トップチームのスカウトが、まあ、ユースの方を見に来てるわけです。俺を見に来てないし、うん、俺をっていうかその柔道大学を見に来るはずないから、ユースの方を見に来たら。うん、めちゃくちゃ強いわけ、うん、で攻められる、うん、で俺ディフェンダーで、うん、でも負けたくない、うん、高校生、うん、でそしたら「えあいつ誰だ？」って、しかもスカウトの方が、でそしてまあいろいろ調べたら「まあ、沼田高校」とか言って大校で沼田高校でサッカー頑張ってるやつじゃないかってなって、でそしたらその修道大学の監督から「勝負」「浜辺ちゃんも一緒行ってみるか」って。めっちゃいい。えってなるじゃん。めっちゃいい。めっちゃいいとか思うでしょ。いや、俺らもう、えってなる。まあまあまあ、そうですね。そのモチベーションだったからですよね。そうそうそう。その時は。どういうことですか、うん、まだね、そのモチベーションが。うん、ですよね。え、どういうことですかってなって、いや、その人に行ってこいって。へぇ。で、その時に、うちの大学が、サンフレッチェの試合、まあ、ビッグアーチ、うんうん、で、ボールボーイを担当した。うん、あの大学とビッグアーチが近かったから、うんうんうん、で提携しててボールボーイのお手伝いして単価帯のね、うんうん、で俺もボールボーイやっててキーパーの後ろとかで、うん、ボールボーイやっててキーパーの後ろで何でしたかって言ったら、うん、テレビに映れるから、その戦略的すごい、なるほどね、まあ、だし、うん、あのディフェンダーだから、うん、こう視野がさ、うん、一緒じゃん、キーパーの後ろだった、うん、横からってまあ見やすいと思うんだけど、うん、まあ、俺はそのプレー目線で見たかったから、うん、キーパーの後ろでずっとまあ見た、うん、でもうそれボールをね渡された、うん、キーパーのその下田さんなんだけど、うん、そしたらいきなりねそうやって練習参加 してこいって言われて、うん、えってなって、そんな緊張するじゃん、うん、いつもボールボールしてるんだよ俺は、うん、でそのピッチで、ね、参加してるプロの人たちと練習できるってどういうことと思って、うんうんうん、でそこであの1個助かったのが、うん、俺の1個下に広島ユースの子からトップチームに昇格したやつがいたんです、うん、1人だけ、うん、そいつと俺はあの高校の頃国体メンバーで一緒だった、うん、その知り合いの人なんですね、そこに行って、でそいつがもうトップに昇格してたから、プロで活躍してたから、ですぐそいつで連絡して、うん、ちょっと明日から練習行くことになったからよろしくって、うん、えってなる、うんうんうん、でまあ行って
そう、やっぱ年代も近いだから、うん、で年代近いやつとはすぐ打ち解けて、うん、まあ、そういうところではやっぱそいつに助かった部分はすごい、なるほど。そう、皆さん来ました、今どこにでもチャンスあるんですよそう、本当ですよね、本当よ、どこにでもチャンスありますよね、どこにでもあるよ。いや、だからこの名門の高校とかユースとか行くのも大事なんですけど、関係ない、だからですよね、だって見て俺は思う、なんかスカウトの話聞いたときに、なんかこの選手いいよって言ってスカウトが来る場合が結構多いらしくて、だからあそういうのもやっぱあるんだなと思って、まあ、でもそれもね、やっぱタイミングもですよね、縁ですよね、そう、縁もあると思うし、まあ、それで言ったらね、あの上條さときなんかは旅客高校でね、うん、全然だったけど、まあ、その当時の監督さんからスカウトされて琉球に入って、うん、で今じゃもうね、岡山のエースストライカーまで成長してるっていうのを考えると、うん、本当にどこにチャンスが転がってるか分からない、ね、本当にプロになりたい子供たちがいたら、うん、なんかまとめみたいになったけどいい、ダメダメ、まだすぐ終わらそうとする、もうまだまだまだあるっす、まだ、だってまだ半分ぐらいですよ、まだ、もう大変よ編集、大丈夫、編集しないっすから、ね、ノー編集でいきますか、だってまだプロに なってないから俺、そうですよ、だからなってない、なる前ですよね、だからなる前って結構大事じゃないですか、なる前が大事です、うん、結構大事ですよね、なる前、今俺どこまで話したの、練習参加したの、練習参加して、そうで1週間でやる、うん、1週間も行ってますか、そう最初1週間参加してくれって言われて、で、1週間、まあ、緊張しながらも頑張るわけ、うん、やっぱり、うん、で、めちゃくちゃ楽しかったね、やっぱり、そのプロの環境でできることもそうだし、うん、プロだからみんな上手いじゃん、うん、そうですよね、で、そんな上手い人たちとサッカーするなんて、うん、こんな経験なかったなと思って、うん、振り返ると、うん、で、まあ楽しかったし、緊張しながらも1週間終わって、うん、そしたらなんか、まあ、そのサムレッチのまた人から、うん、来週からも来てくれと、えなるじゃん、いや、なるでしょ、やっぱり、なるなる、え、1週間じゃなかったんですか、うん、ってなって、見たいんですね、見たかったのですが、うん、その時、なんでそうなったかちょっと聞けてないんだけど、うん、来てくれって、人が足りなかったのかもしれない、うん、そいや、たまにそういうことあるんで、そういうのありますよ、ね、あるある、怪我人が多くて人が足りないから、うん、まあ、それでもいいじゃん、うん、そうやってね、プロの環境で下がるけ、うん、で、まあ、まだ1週間に来ました、うん、で、もう12月だったから、うん、シーズンオフに入ったの、うんうんうん、まあ、もうオフで、オフ期間入って、うん、まあ、翌年1月の大体中旬からまたキャンプシーズンが始まるから、うん、そしたらあのキャンプにも帯同してくれないかって言われて、すごいね、やっぱり、えってなへえー、すごい、でもそれもねタイミングですよね、やっぱり本当に、すごい、何が良かったのか分かんないんだけど、うん、まあ、プレー面もやっぱりね、うん、全然ダメだったら多分声かからないと思うし、うんうんうん、まあ、俺は俺なりに頑張ったから、うんうんうん、まあ、そこもまあ認めてくれたのかなとか思いつつ、うんうん、でキャンプ行きます、うん、まあ約3週間、うんうん、でそしたらもう本当にその2月の末に特別指定選手っていうのに認定されたの、あ、特別の選手いるじゃないですか、認定選手、あれって契約はされてるんですか、契約はしてない、してない、ただもう入りますよっていう、まあ、仮契約みたいな、ね、まあ、みたいにみたいな感じなんですか、で俺はその頃全然知らなかった、うん、その制度のことも結構大学生多いじゃないですか、そうそう、ただ選手、俺が知ってたのはその大学、うん、メインは大学サッカー、うん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 、で大学のサッカーもやっぱりリーグ戦があるから、うん、その試合にも もちろん出れるし、うん、プラスそのプロのチームにも出れるっていう、すごい、そういうのあるんだ、指定選手っていうのはそういう制度、やっぱプロ契約しちゃうと大学リーグには出れないと、なるほどなるほど、そしてで大学生のままじゃプロの試合に出れないから、そういう特別性選手っていうのはどっちも出れる、だからこの大学全日本大学サッカー選手権冬にあるやつですよ、はい、出場して筑波大学 あの平山颯太を抑えたって書いてあったんですけど、すごいっすね、いやこれはね、もう本当に自分の過去の試合を振り返っても、この試合はなんかもうすごい思い出に残ってるっていうか、どこ出したんですか、と西ヶ丘、あ、東京のあそこいいですよね、なんせ修道大学がまず、ね、全国に出ます、うんうん、そんな筑波大学からしたら、うんうん、修道大学どこだよ、うん、
でも初戦だったリーグ戦だったんだけど、その頃今はもうトーナメントなんだけど、で筑波大学とは当たります。でその頃の筑波大の11人中もう8人ぐらいプロになってます。へー、筑波大学毎年強いですか。で筑波対首都大学をやります。1-0 で勝ったの。え結論すごい。1-0で勝って、いやもうそんなことない、本当にその時もう本当に会場中がどよめいたぐらい、筑波負けたぞ。でたまたまその時平山壮太が有名で、まあ、その子は本当にプロとか出てたから、ね、でもこのタイミングで俺もプロの試合出てた5試合ぐらい。その特別選手になってからの2月になってからのもう本当11月10月ぐらいの試合だから、もう5試合ぐらいプロの試合経験してたから。本当来てやっぱお金は発生しないんですよ。発生しないですよ。多分本当に練習生ではないですけど、そういったもので発見されてます。発生しないけど出場時間はプラスされてる。そうなんだ。じゃあ、だからになった時にお金の話になっちゃうけど、ああ、それはまた、それはまた、なるほど。そうそう、出場時間は。すごいな、それ、その仕組み。そうなんですね。なるほど。いや、そういうふうにもう大学時代を過ごしてこられてて。でもまだプロになってない。まだなってないです。